ミッションとシャフト、ドライブシャフトとロシーフが大きな。あとは普通にクラッチが減っちゃった。あ、はいはい、クラッチ板の交換とか、まあそういう消耗品。そうですね、オイルランプがついちゃうとか、まあ、はい、パッドが減っちゃうので。はいはい。まあ、ブレーキパッドとかそういう面では、オイル交換とかどうなんですか？オイル交換は、一応安いところでやってもらったりしてるんですけど、はい、最近はスタンドで3000円ぐらいでやってもらってます。どんぐらいの、もう5000キロか2回とか、半年に1回とか。最近は1年に1回。1年に1回。最近やったんですけど、はい、去年、おととしだったかな、はい、2、3ヶ月に1回やってました。やっぱり早めに変えていかないと音が悪くなるんですよ、エンジン音が。ああ、音悪くなってきたから、オイル交換。ガラ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 音がしだすと、はい、心配なので、オイル交換して。あ、3ヶ月でやるときもあれば、もうエンジンが大きいと。内装はまああんまりその当時のままなんですかね。いや、だいぶいじってありますよ。え、だいぶいじってありますか。もうドアは完全に内張り変えちゃってありますんで。あ、これは完全に内張りは、そうですね。全然違いますね。なんか箱とかも。あ、そうですね。あの箱も。そうなんで、なんかどういう理由で変えられたとか。あ、もうこれも、まだ10代で若かったんですから。あ、はい、別に来たんです。皆さん、ちょうど、これ乗り始めた頃の先輩たちはね、はい、ちょっと高速の時じゃないけど、ああいう人たちで、はいはいはい、まあ、新車で、これどうやって、本当新車で買って何年かのうちにちょっとこうおしゃれな、ね、当時の流行りの、こういうのを貼るのが流行ってたんですよ、昔は。はいはい、一番いいのがないですよ。その辺の流れで自分でちょっとやってみようかなっていうことで、買って貼っつけて、はい、でシートがなんか、そうですね、なんか余裕があったら張り替えたりって、ね、まあどうしても破れてきちゃいますもんね。そうですね、まあ、シートは買った頃からずっと青いやつを探して貼ってやってるんですけど、最近売ってないんです、シート。このカバーっていうものが。ああ、まあ、ああ、でも探せばだいぶ減りましたよね。ほぼなくなりました。専用のものになっちゃう。そうですね。なんかボルトゲージが。はい、あれはテスターですね。はい。バッテリーが減ってしまうので、時計がまだ動いてるっていうのが、僕バッテリー切るスイッチつけたらどうですかって言ったんですけど、時計まだ現役で、そうですね、それやっぱつけてみたいですね。アナログ時計分かりやすいですからね。ないと困る。まあでも僕割とこのカシオも好きですけどね。あ、そうなんですか。超高性能。他には何か違うものあるんですか。こんなところについてるんですね。これデフ、あれ、まあ、これのここの、あ、ここの止め、これは、あ、ミラー動く、あ、懐かしい、フェンダーミラーの、動きます、これ。これは、スクラップ屋さんが取ってきたやつなんで、はい。別の車のグレードのやつなんですよ。はい、はい。この車の。え、動かないんですか？動かないです。ああ、なるほど。おしゃれ、おしゃれで。中のミラーの機械が、はい。多分動かないのと接触不良を起こしちゃって、はい。これがね、なかなかね。このオーディオは当時の、下、一番下は、当時のやつです。ああ。上は時計いっぱいありますね。あ、そうですね。あとはなんかある。これは何ですか？あ、それは100均で買ってきた、自分でメーター代わりにつけて。おしゃれっすね、100均で買ってきたメーター。ちょっと格好良かったんで、そうやってつけてみましたけどね。はい。あ、ハンドルもでも。ナロディは一応ついてるんですけどね。はい。これを買った頃のやつだから古いですね、もう。あ、当時もナルディが。割となんかいろいろ積んで、なんか今修理中になってるんで、今後ろのカバー外してあるんですよ。ああ、はいはい。そのあたりのダッシュのあたりですかね。あのストックランプのパイロットランプに取り付けてるんですから、はい、配線も今引いてるので、あそこから配線がストックランプから来てるんです。あれ、アブソーバー死んじゃってんですかね、もしかして。これこの感じ、あ、死んでますね。トランプで落ちてくる。トランプとかこのなんかできたら開けてもらって、可動が、そうです。この形が違ったもんで、それが気に入らなくて、やっぱりこの古い車にこの形がいいもんで、ああ、はい、ここはマスク、そう、なるほど、これが出なくても
あたうん、プラスチックになっちゃうから。そうそうそう、新しいやつ、ここまっすぐで、ね、ちょっと安っぽく。あ、まっすぐ。安っぽく。これ、バックドアは、中からワイヤーとかで開けれるんですか？ここのみですか？あ、開けれます。開けれます。ただ開けれるけど、開かないんです、これ。はい、音はするんですか？18歳の頃に買って40年だと年齢が分かっちゃいますね。我々です。最初6個これで外さないと。で、これアブソーバーがいってるんで、これ。そうですね。死んじゃってるんで、こうやって止めてあげて、こうやってやらないと。ダブルで、そこダブルで。でもやっぱり工具、なんか車のために水とかオイルとか。積まれてますね。これも入れてますし、はい、ケーブルもありますし、はいはい、ワイヤーももう、シャッ、これやるとここに当たるんですか。いや、こっち閉めてあげないといけないですか。なんかその5年目10年目ぐらいで乗り換えてるんですか。15年目20年目ぐらいにはないですか。いや、まだまだ先がいっぱいあるんです。このアップルムは、これまだ乗り換えたい、乗り換えようかなって思ったのは他にもまだいっぱいある。え、どうですか、15年ぐらい。10年過ぎたんですよ、はい、ちょうど、はい、その時にこの外装がもう傷んでしまいまして、あ、5年前ぐらいに全塗装したの。全塗装したけども5年経って傷んでしまいまして、はい、もともと塗装したっていう時に雨降られまして、はい、一番最初の全塗装の時、はいはい、で雨粒がこう残って日が当たって、乾く前に雨に濡れちゃったんですかね。そんなことあるか。水玉模様になっちゃった。え、それは最初からの話してません？一番最初の全塗装の時、はいはいはい、ですけども、はい、で水玉模様になってしまいまして、それクレームでもいいんじゃないですか。あれ、あの時はちょっとクレームではいかなかったね。ああ、はいはい、とにかくまあボンネットがちょっとクレーターっぽくなっちゃった。そう、白い跡がね、ついてしまいましてね、はい、でそれをなんとか取ろうと思ってペーパーで磨いたらもう冷えることになってしまいまして、はい、最終的に全部自分でペーパーで磨いて艶消しの赤にしちゃったんです。ボンネットだけ。いつの話ですか、それ。それはね、5年過ぎた後です。5年過ぎて10年後。はい。10年後の話。あれ、今の全塗装はその95年に自分ご自身で塗られた。これは2回目です。あれ、ご自身じゃないですか。一応塗装屋さんが、自分が。外装は塗った。はい。外装は自分が塗りました。はい、はい。その前にも1回、艶消しの。乗り換えたいっていう気持ちになった時とその話はどうやって繋がるんですか。その2回目15年経ったんですよ、はい、で全塗装やるっていう時に、はい、フェンダーも錆びてたんで、はい、自分で全部セミレストアしようと、あ、はいはい、そこからもう乗るっていうことに決めたんですよ。ああ、自分で、それが15年経ってから経ってレストアして、うん、頑張ってレストアした時に、そうもうこんなに頑張ったんだから、そうそうそう、あと5年か10年は最低でも乗ろうってことで、長く乗ろうって、はい、その時にも結構15年目に直した時にもうこれ長く乗ろう、そうもう15年っていうと、もうその時点でも結構かなり長く、あと5年乗れるか10年、まあでも15年からまだ25年乗ってるってことですよね。やっぱ愛着、やっぱ15年目で自分でいじることによって愛着みたいな。僕意地ですね、半分やから。まあお金もなかったのもあるんですけどね。はいはい。買いようと思えば2、3年で買えれるんですけど、はい、
例えばミッションとかシャフトとか、うん、ホーシングとかのとこがやっぱり一番お金かかったっていうイメージ。金額半桁を保管してるので、はいはい、でも4万ぐらいですけどね、はい、自分でやっぱ見せたい。いやもう手数料かかってないですね、はい、やっぱご自身でできるっていうのは大きいですよね。やらないと乗れないですね。やらないと乗れないですか。やっぱ好きじゃないと乗れない。あとやっぱ僕すごい納得したのが、15年目で自分で頑張って直してそっからずっと乗ろうって思えたっていう、そっからまた25年ですからね。まあ、あの時は5年か10年乗るつもりだった。まあまあ、はいはい、長くなろうって。だから回転屋さんであの時やっぱり一杯買い集めて、当時は結構だレストアにもお金ある程度かけて心決めてやったってことですね。新しいこの会社に働いてましてお金持ってたんですよ。それでしかもそのレストアする時に応じても一応ちょっと僕今興味本位なんですけど、はい、その社員を辞めて今ちょっと期間派遣社員だったんですけど、社員辞めちゃった理由なんか軽く、ああ、軽く人間関係ですね、はい、あの僕機械加工やってたんですよ、はいはい、金属加工で旋盤やってました、はい、旋盤で、はい、月に500台加工してたんです。はい、それを楽々仙台やれって言われまして、あ、ちょっと無理な上からのあれに納得いかず、しかも残業やるな土曜出勤するなって最後言われまして、はい、物理的に無理になりまして、はいはい、僕がいる限り期待されるっていうか やらざるを得なくなるんで、はい、体が持たなくなりまして、あ、やめちゃえば他の人が来るじゃないですか、はいはい、そうすれば嫌でも一人じゃやれない作業になっちゃったんで、まあ、会社っていうか上司っていうかのちょっと無理なあれに注文に応えられなかったので体も壊してしまいまして、その時ああそう無理してやっぱりやって、毎日12時まで働いて、はい、あの普通に8時半から出勤して12時まで働いて、それでも倍の数を回すのは不可能だったんですから、まあ100にこなすなんて絶対無理だったので手作業で作業するどうですか。今の若者に18歳で新車買って40年乗り続けるためのアドバイスなんか。自分でいじることですね。なるほど。まあ最初は何も分からなくてもいじってるうちにやっぱり、好きだ、まあ、元々こういうのが好きじゃないとやれないですけど、プラモデル作るとか、はい、あ、元々好きだったんですか。あ、好きなんです。プラモデル作ったり物を作ったりするの大好きなんですし、機械修理したりするの、はい、それの延長がこれなんですけども、はい、結局すみません、なんかミラーは何ですか。あ、ミラーも自分で塗装したんですかね。ああ、はいはい、まあ、安い塗料なんですけどね、はい、まあ、自分でやることによって愛着も湧くし、そうです、ね、そのトラブルにも対応できるようになってっていうことが、ね、今なかなか皆さん自分で何かやるっていうこと少なくなりましたからね。当時はやっぱりその自分の乗ってる車を自分で整備するっていうのをかっこいいっていうか、そういう文化だった気がするんですけど、今の車会社で借りたりするんですけど、やっぱり自分で触れる場所どこにもないですもん、やっぱ見ますと。そう、まあ台車なんで、あの修理しないでいいんですけど、修理しないでいいんですけど、はい、まあ、たまに修理しますけどね、台車でも。あ、そうです。スピーカーが壊れてたからちょっと直してあげようかなとか、ラジオが出ないかなとかいるんですけど、あ、これいじれないなというのが分かりますから、自分でいじって自分で直して理解していくことで愛着も湧いて、そしてお金もかからずに長く乗れるっていうことですかね。常にそばにあるのが当たり前になってますので。そうですね。長い付き合いですから。はい。なんか一番の思い出とかあります？このスターレットとの思い出で、これが一番の思い出かなみたいな。まあ上位にこれが。まあ直したの多分レストアとかのとことかやっぱり思い出深いとかですけど、まあこう走っててみたいな。はい、まあ、アマゾンに行ったことがあるんですよ。南米のアマゾンに。そんな話しません。いいえ、大丈夫です。もう、もう長尺でやらせてもらいます。はい。その時に、空港に向かうためには、高速道路走ってたんですよ。はいはいはい。そうか。名古屋空港ですかね。あの時は、成田です。修理をして
それで旅行に出かけたというのが結構僕としてはインパクトが大きな感じでしたね。まあ、アマゾンの話はまた機会があったら聞かせてほしいですけど、今回はスターレットの。そうですか、はい。わかりました。大体いいっすかね。はい。探せばいろいろいっぱい出てくるんですけど、パッと思い出そうと思ってなかなか思い出せないで、40年もいろいろあると。そうですね、もちろん。はい。なん、そう。ちょっと、はい、立ち往生したことはないです。ほぼ。なるほど。まあそうです。タイヤ交換なんて立ち往生のうちに入りませんもん。1回だけ交差点で立ち往生したことあるんですけど、はいはいはい、これ買った車屋さんから 100m 離れてませんでした。え、その新車のと、それは、いつの話？91年かな。91年の時に同窓会がありまして、同窓会に向かうのを走っていまして、キッカーの行動ですね。はい。で交差点で曲がろうと思ったら、はい、スコッといきなり止まってしまいまして、エンジンが。何のトラブルだったんですか？あ、後付けつけたブースターでした。ああ、ちょっと。あれは、本当に後付けつけたやつだったんで、僕も分からなくて、はい、で、交差点から、そこから 100m も離れてないところに、この車を買ったおじさんのお店があったもんですから、そこから歩いていて、すいません、そこで止まっちゃったんですけど、なんか引っ張ってください。そんな思い出も、97年の思い出でしたっけ？いや、91年。91年の。何年前なのかな？ 43年前ぐらい。昭和57年っていうと何年だ？ 57 年だから、57年して、82年製ですね、多分。82年の91年っていうと9年、買って9年後ぐらいに。ちなみにおじさんの店はまだあるんですか？店はあるけど、おじさんはもう店員になったんですよ。そうですか、はいはいはい。そこには行ってないんですよ。はいはい、はい、スタッフが変わってしまって、この方が入れる人がね、そうですよね。職人さんがいなくなってしまったんですから。はい。いやー、はい。今日はね、新車で KP61 スターレットを買ってね、40年と5ヶ月、乗られている方にね、お話聞けて、貴重なお話、うん、自分でいじったりするといいよっていうことですね、長くなるやつは、はい、オイル交換とかじゃないんですね。愛着、愛着で、はい、どうですか、この後何年ぐらい乗ろうかななんていうのは。今ちょっとエンジンの調子が悪いので、はい、あれなんですけど、僕としては一生乗りたいっちゃ乗りたいんですよ。一生、死ぬまで一緒に。ただ、はい、そこまでやるにはやっぱエンジンのオーバーホールが必須になってくるので、ちょっとそれが問題ですね。もしエンジンが止まってお金が僕ではどうしようもないってなったら手放さざるを得ない。はい、息の根が止まるまでは乗ろうという。息の根が、どっちの息の根が先に止まるか、まあ、失礼しました。そうです、明日死んでも一緒ですからね。ああ、はい、わかりました。ではそんな感じ、ありがとうございました。